と自分が子供の頃はゲームっていうのはやってると、頭が悪くなるとか将来大変なことになるっていうような世間の空気みたいな、そういう厳しい時代だったので、うちの自分の父親は武道とかそういう、あとは哲学とかなんかそういうのが好きだったみたいで、でもどっちもやっぱり当時もその生活していけるようなものではなかったから、おじいさんもうちの父親に、同じようにそのひいおじいさんにおじいさんが言われたようにちゃんと自分の職を持てと。うちの父親はそのことが、うちの父親も何か一つのことをやらせたかったみたいなんですよね。でそのありがたいそういう結果、自分は格闘ゲームっていうものに出会って、それに立場があるんですけど、一言で言うと面白い人間ですね。いいやつって感じなんですけど、やっぱりなんかゲームセンター行って、もう本当にこれ言葉で言うのもなんなんですけど、なんかオーラが出てるみたいな。やっぱそのゲームやる時、自分の中でそのモードチェンジというか、そういうスイッチが入る。これほど真面目に取り組んでる人間はいないだろう。ソロ2004年ってことは、多分自分がプロゲーマーってのもないですから、自分の生きるためのこう道とか手段を探さなきゃいけないなと思い始めてた頃で、自分がその担当していたところっていうのは認知症の人たちを、体も基本的には自由に動かない人がほとんどだったんですけど、でも若い頃は社長やってましたとか、どっかのデパートの受付やってましたって話を聞くと、この人たちにもなんか真剣に若い、もう今からもう真剣に生きていかないと、年重ねてから後悔しそうだなっていう。でそれから「ストリートファイター4」が出てから、梅原は本格的にまた格闘ゲームを始めたんです。自分が若い頃はやっぱりゲームは生活できないし、高額な賞金の体験もないです。2015年の、カプコンカップの時に、2位だったんですよ。6万ドルかな、ニューヨーク大学のその奨学金制度に寄付しましたね。格闘ゲーム、もちろん仕事なんでお金を稼がなきゃいけないんですけど、ただお金を稼ぐためだけの手段になっちゃいそう、それが怖くて、若い頃に受けてたような偏見とか、そういう肩身の狭い思いっていうのは全くと言っていいほどしなくなりましたね。